バレール・ジェルマンは、フランス・マルセイユ出身のサッカー選手。リーグ・アンモン・ペリー HSC 所属。ポジションは FW。元フランス代表のブルーノ・ジェルマンはジップ。父、ブルーノ・ジェルマンが、オリンピック・マルセイユに所属していた1990年に、マルセイユで生まれる。2005年に、エース・モナコの下部組織へ入団し、セカンドチームのエース・モナコ2を経て、 2011年5月1日の AS サンテティエンヌ戦でトップチームデビューを果たした。モナコは2010の11シーズンを18位でオエリーグで降格したが、2011から12シーズンには34試合に出場。翌2012から13シーズンには14得点を記録し、モナコのリーグワン復帰に貢献。2013年7月23日、 契約を2017年まで延長した。しかしリーグアン復帰後は途中出場がメインとなり、2015年7月14日にアグックニースへレンタル移籍。2015年8月8日の AS モナコ戦でニースでの初得点を挙げた。ニースではリーグ戦全38試合に出場し14得点を記録した。2016年に AS モナコへ レンタルバックで復帰。2016から17シーズンは35試合10得点と、モナコのリーグ1優勝に貢献したものの、キリアン・ムバッペの台頭などもあってレギュラーは、絶対的なものではなかった。2017年6月27日、オリンピックマルセイユへ4年契約で完全一席。7月27日の UEFA ヨーロッパリーグ、予選3回戦、キロボルトオーステンで戦で、 マルセイユデビューを果たし、ハットトリックを達成した。2021年8月31日、自由遺跡でモンペリ HSC に加入。ありがとうございます。